NER シューメーカーが撮影した433エロス。2009年6月7日のアポートに選ばれた。アストロノミーピクチャーオブザデートは NASA とミシガン工科大学が運営するウェブサイトで毎日違う我々の宇宙の写真がプロフェッショナルの天文学者による簡潔な説明とともに登場するとしている。写真は必ずしも写っている天体のイベントが正確な日に 掲載されるとは限らない上、時々再掲載されることがある。しかし、写真と説明はたびたび天文学や宇宙開発における現在進行のイベントと関連している。テキストにはいくつかのハイパーリンクがあり、関連写真をさらに見たり、詳細な情報が載っているウェブサイトにアクセスできる。掲載される画像には、写真、他の波長や、 フォールスカラーが施されている画像を、ビデオ映像、アニメーション、アーティストによる想像図といった種類がある。過去の画像は、サイトが開始された1995年6月16日からの画像を含めてアポットアーカイブに保存されている。このイニシアチブは、NASA、アメリカ国立科学財団、MATU による支援で実行されている。画像は時々、 NASA の外部による人物や組織による提供があり、そのようなアポート画像は、多くのその他、NASA のギャラリーとは異なり、たびたび著作権が有効になっている。アポートのスタート初日のページビューは14だったが、2012年時点でのページビューは推定でも10億を超えている。また、毎日21個と後に翻訳されている。1996年に行われた、 アメリカ天文学会の会議にてアポートが披露され、ハイパーテキストを使用しての実践は2000年の論文で分析され、2001年にサイエンティフィック、アメリカンの際、テックウェブアードを受賞した。2002年には CNN のサンデーモーニングニュースでネミロフへのインタビューとともに、ウェブサイトが取り上げられた。2003年には、二人の作者によるザ・ユニバース、 365デイズというアポートの最も良い画像のコレクションがエイブラムスブックスよりハードカバーのコーヒーテーブルスタイルとして出版された。2004年11月の D ・リブマガジンでもアポートのコレクションが掲載された。ありがとうございます。